10時とか遅いお時間なんですけど久しぶり久しぶりってか初めて <laughs> 初めてちょっと早めのお時間にやらせていただきますなんかいつも週末に週末がきっと一番見やすいのかなと思って週末にやらせていただいてるんですけど今週末は握手会なので。 ちょっと早めに握手会前にみんなとお話。皆さんとお話できたらなあと思ってやらせていただきました。こんばんはー。<laughs> 今日暑かったですね。チーク可愛い、ありがとうございます。なんか <laughs>。気合い入れすぎたのかもしれないです。気合い入れて。チーク塗りすぎちゃったかも <laughs>。 今日は暑かったから半袖着てます <laughs> すっごい暑かったですね夏日でしたね昨日結構雨降っててすっごい寒かった感じがしたんですけどもう全然違くてびっくりです服が遅行きすぎるのよ <laughs> だって、ショールーム、皆さんに可愛い。可愛いお洋服で。着たいから、かわ、よそ行きのお洋服着ちゃいました <laughs>。恥ずかしい <laughs>。明日もっと暑いみたい。え、そうなんですか。どうしよう。ノースリーブ着ちゃおうかな <laughs>。もう今日半袖で暑かったから。ノースリーブ着ないともう生きていけないかもしれないです <laughs>。あ。 ありがとうございまますす質問でで口笛はできますか口笛できるかかななんか今までできなかったんですけどちょっとだけちょっとだけ鳴るようになった気がしててでも自分で気がしてる時かもしれないからできないですできないけどやってもいいですか <laughs> <laughs> できました <laughs> 気,の気のせいやんやめてください <laughs> スキップはスキップはできますバッチリです <laughs> ちょっと口笛練習したいで,す、ね、できるようになりたいですあと指パッチンもできなくてこれ鳴ってないですよね <laughs> これもできたらすごいかっこいいじゃないですかパチンってやりたいからずっとやりたいなって思ってるこれは体を鳴らす技できるようになりたいです <laughs> こんばんは福岡ライブ当選したからももちゃんいるっやった嬉しい福岡そうだ夏はあ、面白い女 <laughs> ありがとうございます夏は夏休みは全国に 17期さん十八さんと回らせていただくので楽しみですあ今日は何時まであありがとうございますアイラブユかわいい今日は何時まで配信ですか今日は30分いつも30分なんですけど30分で7時までにしようかなって思ってます夏はポケモンポケモンポケモンかわいいですよね 夏私は夏と言ったらやっぱり泳いいりりととかかかプール行ったりとかが思い浮かびますでもすごい水辺っていうかプールとか海とか好きなんですけど行くのとか泳ぐの泳ぐのっていうかその場所はすごい好きなんですけど実はあんまり泳げなくて。 これお話ししたことあるかな。平泳ぎはできるんですよ。平泳ぎは五十メートル泳ぎます。本当にちょっとなんですけど <laughs> で。でクロールはクロールがあの本当にできなくて。二十五メートルを息継ぎなしで。泳ぐのが精一杯で。息継ぎをしようとしたら。あの。 平泳ぎの息継ぎになっちゃうんですよ。こうやってこれができなくて沈んじゃうから必死沈むっ,ってやったら <laughs> 平泳ぎになっちゃいます。だからクロールは息継ぎをしないでバタバタバタって <laughs> 犬かきみたいに泳げば二十五メートル頑張ればいけます。私の泳力はそのくらいです。 本当にできないですけど夏にそうやって海とかプールとか行くのすごくいいなって思いますバタフライは論外ですできないです二十五メートルきつぎなしは割ときついそうなんですよすっごいきついからあのー、中学校の時とか 中学生のの時とかあの英力とかその授業で英力検定とかやったりしてたんですけど負けず嫌いすぎてその 25m クロール泳げるっていうその9 3級とかそういうのを取るために必死に息止めてバタバタ泳いで <laughs> 頑張ってました。の息 止めるのとかは多分肺活量があるので得意だと思います昼寝してた遅刻した <laughs> おはようございます暖かいと眠くなっちゃいますよね <laughs> シュノーケルつけてクロールする <laughs> いいですね <laughs> そしたらずっとできるかもしれない シノーケリングもやりたいですシノーケリングお魚がお魚さんたくさん見れるから楽しいですよね私一回だけ家族とグアムかなに行った時にやったことがあってでも私と母があのシノシノーケルって結構長い時間こうなんだろう いろんなところ回って洞窟の中行ってみてとか私の行ったやつではやらせていただいてたんですけど私と母がもうトイレに行きたすぎて途中からさお魚どころじゃなくなったっていうその思い出がすごい一番強く残ってます <laughs> あサイリウムカラー決まったサイリウムカラー これって先輩方皆さん全員ちゃんとこれの色とこの色みたいな感じで決めていらっしゃるんですかなんかピンクがとか白とかが好きなんですけどピンク色すごい使ってらっしゃる先輩方多いし,しピンクと白っていう組み合わせも。 いらっしゃるからどううしようかぶっ,ってる人も結構いるよってあーそそううなんです、ね、で,もそうですすねねよメンバーさん人数多いですし色もそんなにないですもんねライトブルーとかターコイズブルーとかそういう <laughs> なんかもうかぶらないようにしたらそういう感じになっちゃいますよねレモンイエローとか <laughs>。 ピンクはほぼ決定よねそうですねピンクあったら嬉しいです、はい、ピンクもし彩流持ってくださる方いたらピンクあったらすごく嬉しいです <laughs> あやっぱりピンク の方多いんですねうん薄ピンクとかもあるんですかサイリウムから薄ピンクも可愛いあ、まあ、前座の時ピンクと白振ったよって言ってくださってる方見つけました私で、これちょっと前にピンクと白って行ったことあるからかなって思いながら 見させていただきました。すごく嬉しかったです。早く劇場公演に出られるようになりたいな。この前あのメールでもお話ししたんですけど、この前あのユナさんとカエリと一緒にレッスン たんですけど、ユナさん本当にお優しくて、あのダンスがパワフルですごいと思いました。やっぱり憧れです。ユナさん好きユナさん好きです。なんかあのダンス以外にも。 あゆなちゃんよく笑ってたあゆなさんすごい笑いっぱい笑われてましたあの自分ご自分であのゲラだからっておっしゃってました <laughs> あのダンス以外にもあのその他のお稽古版のいろいろについてもあのたくさん教えてくださってはあ、お優しいって思いました なんか振り付けで上手にできる人できる方はすごいかっこよく見えるけどなんか微妙に変になっちゃう振り付けってたまにあるじゃないですかなんか角度をいい感じにしないと変になっちゃうダンスってたまにあるじゃないですかそれが 本当に私全部「なんだあれは」っていう感じになっちゃうタイプの人間ででそれをゆなさんはあのすごくかっこよく全部なんでどうやってどこにやったらあんなかっこよくなるんだろうっていうくらいにかっこよく踊られているからそれがすごいなって思いました。 確かに経験やっぱりバカ図が必要ですねでもやっぱり先輩方との場数はいつまでたってもこれはもう場数の差は追いつけないので普段の練習から本番だと思って頑張りたいです。 他に先輩と話はできたえっと愛ちゃんさん佐藤愛理さんとお話しさせていただいてあの佐藤さんって呼んでたらあの私「ボモちゃん」って呼ぶから「愛ちゃん」って呼んでって言ってくださって「うんえっうれしい!」って思ったんですけど「愛ちゃん」ってなかなか。 恐れ多くて。お呼びできない。から愛ちゃんさんになってます、今。いつかは、もうちょっと、もうちょっとお話しして、仲良くなって。もっともっと、仲を深められたら。愛ちゃん。って、お呼びできたらいいかなって。思います。全然、あの、圧かけられてないですよ。 すごい優しく一人でいた私にお声がけしてくださったので嬉しかったです <laughs> あいちゃんさんあ、髪型素敵ですねありがとうございます今日あのハーフツインにしたくて一生懸命さっき 30分前くらいずっと格闘してたんですけどハーフツインって何か地味に難しくてなんか位置が後ろになりすぎちゃったりなんかここら辺からピヨって出ちゃったり難しかったので結局ハーフアップにしましたでもハーフツインもいつかはできるように頑張ります 髪終わっそうですここやって結んでます <laughs> 頑張れば頑張ればできそうじゃないですか頑張ったら頑張っなんか自分で納得いかなくて <laughs> どののくらいのとかさここらなんかここら辺であの山崎さんがよくハーフツインやられてるじゃないですかそういうのをイメージしてやってたんですけどなんかすごいピョーンってなっちゃったり <laughs> 触覚みたいになっちゃったり <laughs> で難しかったですちょっと練習して次次ショールーム配信させていただくときはじゃあハーフツイン頑張ります。 練習してきますね <laughs> そういえば昨日ストロベリームーンの満月だったらしいんですけど昨日はすごい雨が降って土砂降りで全くのん天でしたので調べたら6月 の満月はストロベリームームンあ違うストロあれ今なんて言ったっけピンクムーンが見れなかった昨日の見れなかった満月で6月はストロベリームーンらしくてストロベリームーンかわいいですよねなんかいちごのしゅ一番収穫なんかできるみたいなのが由来らしくて。 なのでそれは見れるといい,かないいなって思って調べてましたいちごいちご食べたいな <laughs> いちご狩りの季節ですねもうちょっとうんもう今4月だからもうかいちご狩り毎年家族で行くんですけど今年はまだ行けていないので。 行きたいです一番好きな食べ物あ果物何一番好きな果物はなんか果物って果物っていうとなんか微妙なのかもしれないんですけどあんずが一番好きです食べ物もっていうくくりにしてもあんずが一番好きです。あとは 桃も大好きです。丸あとはマンゴー冷凍マンゴーとかもよく食べますしキウイもキウイなんかお友達でキウイを毎日食べているお友達がすごく色白でなんでそんなに。 色白なのってうらやましいって言ったらキウイ毎日食べてるんだよねって教えてくれてそれからはなるべく毎日食べるようにしてますフルーツ好きなんですねフルーツすごい好きですジューシーで風邪ひいたりとかしててもフルーツなら食べられます キュウイのせいなのか <laughs>。キュウイなのかわかんないんですけど。その子はキュウイ毎日食べてるって。ビタミンシー。なんですかね。なんかゴールデンキュウイと。グリーンキュウイあるじゃないですか。ゴール、なんかグリーンキュウイの方が酸っぱいから。そっちの方が私はビタミンシー取れるんじゃないかと思ってたんですけど。グリーン。あ、ゴールデンキュウイの方が。 甘くて黄色いキウイの方が。あの栄養価高いらしいです。<laughs> キウイもいて一気に口に頬張ると美味しいよ。うわあ、絶対美味しいです。贅沢ですね。う <laughs> 半分に切ってそのまま食べる私もよくやります簡単ですしね半分に切ってくりぬくだけだからももちゃんはどっち食べてるの私もえっとゴールデンゴールデンキウイ食べてます黄色の甘い方やっぱり甘い方がおいしいから <laughs> 苦手な食べ物は魚介類が苦手で。 苦手だったんですけど中学生までは本当に魚介類が一切ダメって食わず嫌いだったんですけど最近はちょっとずつ克服してきててお寿司屋さん行ったららサーモンとマグロは食べられますあとはあの穴子とかも。 食べられなかったんですけどちょっとだけ食べれるようになりました基本なんかすっごい変わったお魚じゃなかったら何でも食べられますあと貝は牡蠣は食べられるんですけどそれ以外が食べられないですだからアサリ とかしじみとかも食べられなくてでもあのー、食わず嫌いなだけなので味は好きでなのでアサリのお味噌汁のアサリは食べないんですけどお味噌汁はもう大好きなんですよお味噌汁は飲み干せますホタテは行けますエビはえっとエビフライのエビは行けて いけるんですけどチャーハンとかに入ってるちっちゃいエビが食べられないですちょっとわ変わってて <laughs> 私の好き嫌いあとイカもあの中華に入ってるあんかけとかに入ってるイカは食べられないんですけれどお寿司のイカとあと先イカは食べられますなので本当は多分イカもいけるんですけど なぜか食べられないです中華のイカだけ <laughs> ちょっと変わってます先にかカ <laughs> たこ焼きたこ焼きも行きますたこ焼き行けるんですけどあのー、たこなんだなんでしたっけなんかすだこみたいなやつは食べられないですたこ焼きのたこはなぜか食べられます <laughs> 生タコは食べられないですね。お好み焼きのイカはいきます。お祭りのイカ焼きは食べられないです <laughs>。なんかすごい癖が強いんですけど <laughs>、もう本当に前まではあの生魚とあと貝がダメって感じだったんですけど、生魚をだいぶ克服して。 なぜか牡蠣だけ食べれるっていう <laughs> うなぎはあのひつまぶし大好きです <laughs> お祭りメニューは何が好きお祭りはうんなんだろう私やっぱ杏が好きなのでモナカの上に水飴乗っててそこに杏とかスモモとかが 乗ってるやつ大好きであのじゃんけんで勝ったらもう一個プラスでもらえるっていうお店あるじゃないですかこうやってこうやってこうやってやってあのじゃんけんでなんか <laughs> こうやってやってこれをくるってしてこのこのこっから見える <laughs> 中の中の中からあの見える形 今後から見える形からじゃんけんで出すものを決めてあのこれがおまじないなんですけどこのおまじないをし,してじゃんけんをすると勝つっていうのがあってこれ絶対「よし!」ってやってからじゃんけんします <laughs>。あ、いいっぱいやる人 いっぱいって嬉しい <laughs> お仲間ですね <laughs>。お寿司行きます。お寿司大好きです <laughs>。もうさまざまなところで負けず嫌いが出出出ちゃい出ちゃってて <laughs> 恥ずかしい <laughs>。 よよくやるるけど案外勝てるんだよなも,もかっちゃ勝てるうーんなんか欲がない時に勝てるっていうじゃないですかだからもう虫になってこうやってやってますからなのでなんかあんまりどうでもいい時に勝ってあ勝ったよしあははっていうなんか「勝ったあ,あ嬉しい」っていう微妙な状況が多いですね。 全力でやっちゃうとやっぱり負けちゃう時が多いです無心でやってます <laughs> あ、もうそろそろ終わりにしなきゃいけないですね皆さんこんな いつもと違うお時間なのにたくくささん来てくださってだっありがとうございます <laughs> 嬉しいお話し会前だったからちょっとでもお話できたらいいかなと思ってゆる,ゆるゆるできたらいいなと思ってやらせていただいたんですけどたくさん来てくださって嬉しいですじゃああっ お仕事もお疲れ様です。今日も一日皆様お疲れ様です。<laughs> またあの他にいろんな時間にできたらいいなって思ってます。じゃあランキング読ませていただきます。はい第十三位イワナじゃないよさんありがとうございます。イワナじゃないよさん。はい第十二テトさんテトさんありがとうございます。 はい、第十一位。玉ひなさん。玉ひなさん、ありがとうございます。あ、よ用のゅのやつ、握手会くれて、やった。腰またいますね。<laughs> はい、第十位。正義アットマーク亀子さん、ありがとうございます。<laughs> はい、第九位。おっちいさん、おっちいさん、ありがとうございます。<laughs> はい、第八位。 えだっちさん、えだっちさん、ありがとうございまーす。はい、第七位。がんちゃん、ヨッシーさん、ありがとうございまーす。<laughs> ヨッシーさん。はい、第六位。星侍さん、ありがとうございまーす。星。星。星。<laughs> はい。第五位。関根さん。関根さん、ありがとうございまーす。 はい第9位さっくちゃんさっくちゃんありがとうはい第3位なーらぶさんあ、なーらぶさんいつもありがとうございますはい第2ピーターさん桃がついてますありがとうございます嬉しいはい、では第1位はてるーてんラボーナさんありがとうございます あいつもありがとうございます。嬉しい。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後、ォードだけしよう。あ <laughs> といつもありがとうございます。はい。では、握手会でお会いできる方は、よろしくお願いします。楽しみにしてます。また、あの、 すぐ配信させていただきたいなって思ってますのでよろしくお願いしますではありがとうございました楽しかったですバイバイ皆さん良い夜を過ごしてくださいおやすみなさいおやすみまだ早いですねおやすみなさい